インディペンデンス級航空母艦は、アメリカ海軍の航空母艦の艦級、ラングレー3隻の正規空母と並んで停泊する3邪神と、本級の小ささがわかるインディペンデンス級系空母は、建造途中のクリーブランド級系巡洋艦の船体を流用した系空母で、巡洋艦時代の軽便な速力と十分な排水量を備えている。このクラスの特徴としては、 船体が巡洋艦の設計として完成されていたため、巡洋艦時代に艦板となるはずであった装甲の上に取り付けるようにして、飛行艦板と格納庫が設置されていることである。同級の開発は、フランクリン D ・ルーズベルト大統領の海軍権艦計画への関心から始まった。戦争が予想された1941年8月に、 ルーズベルトは1944年まで新しい航空母艦が建造されないことを知らされ、当時建造途中だった多数の巡洋艦の一部を空母に変更するよう主張した。しかし海軍は巡洋艦サイズの航空母艦に関するそれまでの研究からこの種の艦には重大な限界があるとし、当初は大統領の提案に難色を示した。 しかしながら1941年12月の真珠湾攻撃後の危機でアメリカ海軍には多くの航空母艦を配備する緊急の必要が生じた。海軍は正規空母の SX 級の建造を加速すると同時に1942年1月にはクリーブランド級刑巡洋艦一隻を航空母艦に改装するよう命じた。改装のための設計を行ってみると 意外にうまくいきそうであることが分かった。1942年2月にはさらに2隻の軽巡洋艦が空母改装を命じられ、3月には3隻、そして6月にも3隻が発注された。本級は改装も含め全艦がニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で建造された。1943年の1月から11月の間に、 インディペンデンス級9隻が揃い、エセックス級と共に太平洋における攻撃部隊の主力となり、第二次世界大戦の勝利に大きく貢献した。特に本級のうち8隻が参加した1944年6月のマリアナ沖海戦では、環状戦闘機の40%及び環状来撃機の36%を供給し、日本海軍の航空勢力を撃退した。 上級の設計は、比較的、短く狭い飛行甲板及び格納庫、右舷側に張り出して設置された小さな環境を特色とした。トップヘビーを軽減するため船体にはバルジが設けられ、中央部でコヒートを拡幅された。搭載機数は約30機で、当初は、環状戦闘機、環状爆撃機、環状雷撃機核級機の編成であったが、後には、 戦闘機、約24機、来撃機9機に変わっていった。格納庫は密閉式で、関西機を積載するには、飛行甲板に一旦乗せるしかなく、そのための大型クレーンが、環境前に設けられた。本級は短期間での戦力化を主眼としており、能力には限界があった。設計方針が、正規空母よりもむしろ護衛空母に近かったにも、かかわらず、 正規空母と同様に運用されたため、各種の弊害が生じることとなった。まず船体が小さいためしのげなみ性に問題があり、コブラ台風等では大波に翻動され船体及び関西機にダメージが及んだ。また、飛行甲板が狭いため関西機の事故率もやや高かった。走行も妥協され、 弾薬を格納孤島の防護不十分な箇所に保管していたことは1944年10月のプリンストン喪失の余韻となってしまった。魚雷に対する水戦下の防御も不足していた。ただし軽巡譲りのスマートな戦隊と高出力の機関により速力に優れ、そのために高速空母機動部隊の一翼を担うことができた。デダロ・インディペンデンスは 原爆実験に供与され、残りの艦は1947年に退役した。5隻が1948年から53年までに最終役し、2隻がフランス海軍に供与された。2隻は訓練空母となり、バターンは海兵隊航空団を乗せ朝鮮戦争に参加した。バターン、カボットの両艦は1950年代初頭に、 対戦作戦近代化の改修が行われた。両艦ともオリジナルの設計が4本の煙突だったものを2本へと改修された。フランス海軍に供与された艦を除きすべてが1954年から56年までに退役し、1959年に航空機運搬艦に再分類された。フランス海軍に供与されたベローウッド、ラングレーはそれぞれ空母、ボアベロウ、 ラファイエットとして、インドシナ戦争、スエズドーラン、アルジェリア戦争などに参加した。カボットは、スペイン海軍の空母、デダロとして1967年に再終駅し、1989年に退役してアメリカに返還された。その後、艦を保存しようという運動があったものの進展せず、1999年に、スクラップ作業が始まり、船体部分は2002年に、 姿を消した。残った環境部分についても保存運動が起こったものの、とんざし、結局は取り壊されてしまった。その後ペンサコーラの国立海軍航空博物館がカボットの環境のレプリカを制作し、展示している。1944年撮影、感銘不詳。ありがとうございます。